ウィリアム・ヘンリー・ホワイトは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ケイトン出身のプロ野球選手。ウトリョーダ。ニックネームは、ウープラ。40勝を3回挙げるなど活躍した。兄のディーコン・ホワイト、いとこのエルマー・ホワイトも共に野球選手である。1877年にボストン・レッド・キャップスで、メジャーデビュー。3試合に先発し2勝を挙げる。 1878年には、新シ,シナティレッツに移り、468.0回を投げ、防御率1.79、30勝、169、脱三振を上げるなど、大躍進。1879年もフル回転し、43勝、232脱三振、75試合に先発し75関東、史上最多の680.0投球回を投げ抜きながら、 防御率1.99と多くの部門で自己最高を記録した。1880年は防御率が前年に比べ0.15悪くなっただけだったが打線の援護に恵まれず42敗を喫する。しかしそれ以外の部分では前年に次ぐ水準の記録を残した。翌1881年は新規参入したデトロイトウルバリンズに移籍したが2試合にしか。 当番できなかった。1882年、新シシナキレットストッキングスに移籍したホワイトは、復活を成し遂げる。40勝12敗で、リーグ最高の勝率、769、自己最高の防御率1.54。翌1883年も43勝。さらには3年ぶりの年間500投球回も記録。1884年も34勝と、 投手陣の柱としてチームを引っ張った。1885年は30歳を迎える年となり、これまでのような鉄腕ぶりは影を潜めるようになる。投球回は300を切り、そして1886年7月5日が生涯、最後の登板となった。実動年数は10年だった。以下、歴代順位はいずれも2016年度シーズン終了時の順位である。 ありがとうございます。